どうもアガポニです。今回はなかなか見つからない白竜、オルドラ、フロドラ、メルドラについてです。それでは早速いきましょう。この世界では4匹の竜が常にどこかを飛んでます。具体的には白竜と炎属性のオルドラ、雷属性のフロドラ、氷属性のネルドラになりますね。でこれらの竜からはいろんな素材が取れまして、その用途としては武器にスクラビルドしたり防具の強化素材に求められたりするので、必要となった場合まずは見つける必要があるわけです。ただ普段気にしていない時は見かけることがあるものの、いざね特定の竜を見つけようとして探すとなかなか見つからないといった状態になりがちだと思います。白竜に関してはね、マスターソードを手に入れていない状態でコログの森にいるデクノキ様に出会うと場所が探知できるようになったり、地上絵関連のチャレンジを全て進めるとその場に出てきてくれたりといった特殊な要素があるので、まだこの2つの条件を満たしていない場合は探しやすい竜にはなってます。とはいえこの4匹の竜はランダムで飛び回っているわけではなくて、各竜ごとに決まったルートを周回してます。なのでそのルートを把握して逆回りで探していく、あるいはそのルート上で放置して近くまで来るのを待つようにすると見つけることができるかと思います。で見つけることができたら眺望台とかを利用して上空から接近していけば乗ることができますね。ちなみに各竜の周りは常に上昇気流が発生しているので、近づけさえすれば早々落ちることはないです。というわけでここからは各竜ごとの周回ルートを紹介していこうと思います。まずは白竜からいきます。白竜の周回ルートはこんな感じになってます。各眺望台の近くを通る感じで、マップ全体を大きく時計回りで周回するようなルートになってますね。地底に潜っていくようなことはないので、このルート上のどこかの空を常に飛んでいる状態になってます。ただ一周をね、だいたい現実時間で1時間半くらいかけて回るスピードなので、どこかに待機して待つ場合はそれなりに時間がかかってしまうことになりますね。そこでおすすめの方法としては、移動ルート近くの眺望台に白竜とは逆回りの反時計回りでどんどんワープして空を飛んでチェックしていくといいかと思います。とはいえ高度とかあとは眺望台と眺望台の間に距離があるような場所は見落としやすくなっているので、少し注意が必要にはなってます。例えばウルリ山眺望台とドイブラ隕石眺望台のような場所は距離があるので、高低差を踏まえつつ見える範囲をねしっかりチェックしていく必要があるといった感じになってますね。この探し方をしていくことで適当に探していくよりはずっと早く発見できるかと思います。次はオルドラです。オルドラの周回ルートはこんな感じになってます。白竜と違って周回ルートはぐっと小さいものになりまして、眺望台でいうとドイブラ隕石眺望台からウルリ山眺望台付近を行ったり来たりしているといった感じになってます。ただオルドラは地底に潜ります。具体的には日がっかれ平原の深穴から出てきて、で西の方にあるウォルナー高地の深穴に入っていきます。で地底に入ったら反転して戻っていくルートを取りまして、でまた日がっかれ平原の深穴から出てくるといった感じでぐるぐる回っている感じですね。一周にかかる時間はだいたい現実時間で50分くらいになってます。とはいえルートが分かれば対策は白竜と同じで逆回りで探していくようにすると見つけやすいです。とはいえ地底までは探しに行かなくていいかと思います。その理由は地底で見つけてもねオルドラに乗ること自体が難しいからですね。その上で一つ注意点ですが、オルドラは炎属性の竜でそのまま近づくと暑さによるダメージを受けることになります。なので事前に炎ガードレベル2の対策が必要となっているので、防具か食事でカバーしておくといいかと思いますね。次はフロドラです。フロドラの周回ルートはこんな感じになってます。フロドラも白竜と違って周回ルートは小さいです。眺望台でいうとゲルドキャニオン眺望台からポプラー高地眺望台付近を行ったり来たりしている感じになってます。ただフロドラも地底に潜ります。具体的には東ゲルドの深穴から出てきて、でパウメル高地の深穴に入ってきます。地底に入った後は少し南側のルートを取って、でまた東ゲルドの深穴から出てくると、まあ、こういった感じですね。一周にかかる時間はだいたい現実時間で30分くらいになります。オルドラよりも短いですね。ルートさえ分かれば同じように逆回りで探していくのがおすすめです。ただ地底は乗りにくいので探すのは地上で留めておくのがいいかと思います。
クロドラの注意点としては雷属性の竜なので電気の玉が飛んできているという点ですね。当たると痺れ状態になってしまうので警戒が必要といった感じになってます。楽な対策としては雷を無効化する防具を装備しておくという方法があります。具体的には五雷の兜ですね。この頭防具は一つ装備するだけで完全に雷を無効化できるのでおすすめです。入手方法は加工動画で解説しているので必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。次はネルドラです。ネルドラの周回ルートはこんな感じになってます。ネルドラもね、白竜と違って周回ルートは小さいです。眺望台でいうとサハスーラ平原眺望台からラネール山眺望台付近を行ったり来たりしている感じになってます。でネルドラも地底に潜ります。具体的にはネルドラ雪原の深穴から出てきて東の高台の深穴に入ってきます。で地底に入った後は少し北側のルートを取ってでまたネルドーラ雪原の深穴から出てくるといった感じになってますね。一瞬にかかる時間はだいたい現実時間で30分くらいです。クロドラと同じくらいですね。ルートさえ分かれば同じように逆回りで探していくのが得策になってます。ただ地底は乗りにくいので探すのは地上の方がやりやすいです。ネルドラの注意点としては移動ルートが極寒地域を通るので寒さガードをレベル2にしておく必要があります。事前に防具か食事で対策しておくのがいいかと思いますね。最後に各素材の集め方を紹介しておこうと思います。まず前提として各素材の集め方はどの竜も同じです。種類としては竜眼石、鱗、角、牙のかけら、爪、この5つがあります。まず竜眼石は竜の背中にある角部分にこんな感じで光って乗っている素材になりますね。複数あるので1回の竜発見でまとめて手に入れることができるものになってます。でこの竜眼石は近くにいると復活しないのでさらに欲しい場合は一旦竜から離れてある程度時間を置いてからまた竜を見つけ直す必要がありますね。次は鱗です。鱗に関しては主に竜の胴体部分を攻撃することでドロップします。次は角です。角に関してはこの頭に生えている角部分を攻撃することでドロップします。次は牙のかけらです。これは口元を攻撃する必要があるんですが口の上の方だと鱗になってしまうので下側をね攻撃する必要があります。で口の下側はね近接武器では攻撃できないので弓で攻撃するのがやりやすいです。竜の周りは上昇気流が発生しているのでこれを利用しつつ口の下側が狙える角度に調整をしていってで弓スローで攻撃といった感じですね。で素材はすぐに取らないと落下する仕様になってます。ただ牙のかけらに関しては直接口元に戻って回収するのはほぼできないので落下していくものをそのまま追いかけていくのがいいかと思います。で素材に近づくことができれば手に入れることができますね。最後は爪です。爪はこの手の先に生えている爪部分を攻撃する必要があるんですがこれもね牙のかけらと同じように近接武器では攻撃できないので弓で攻撃していく必要があります。上昇気流を利用して爪が狙える角度を調整していきましてで弓スローで攻撃ですね。爪の回収も直接はできないので落下していくものを追いかけて回収するといった感じになってます。で竜眼石以外の鱗、角、牙のかけら、爪の4つに関しては一度に回収できるのはどれか1つだけになってます。1つ手に入れたら復活するまで待つ必要がありましてその復活にかかる時間は現実時間で10分となってます。この竜の角がね光り始めたらまた素材を手に入れることができるという合図になってますね。なので継続して集め続けたい場合は回収した後にまた竜の背中に戻りましてそのままね放置しておいて角が光ったらまた回収といったことを繰り返していくことで集めることができるかと思います。ただオルドラ、クロドラ、ネルドラに関しては途中で地底に潜るのでその時の立ち位置、角度調整は必要になってますね。最後に補足として白竜素材に関しては他の竜素材とは違って武器にスクラビルドすると攻撃をした時に回復効果がつくといった特徴があります。一度攻撃を当てるだけでハートが4分の1回復していく感じになってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。